はい、ですね、じゃちょっと改めまして、e スポーツ協会、鳥取県 e スポーツ協会の渡辺祐介と申します。ですね、本日ですね、僕が皆様にお伝えしたいことっていうのは、ここに書いてある通りなんですけど、e スポーツを通して僕がこう伝えたいことであったり、e スポーツに眠る可能性っていうところ、最初に、簡単に自己紹介をさせてください。ですね、ちょっとこちらに書いてある通りなんですけども、僕は鳥取県 e スポーツ協会以外に、株式会社クロというクリエイティブと、海外コールセンター事業をやってる会社と、リーブ株式会社という e スポーツの、会社というのを経営してます。で、年表がこういろいろ書いてはあるんですけども、今までこう、フィリピンであったり、ベトナムであったり、国内が含めて、いろいろと事業であったりとか、サービスというのを立ち上げてきました。で、今、なんですけど、その運営している、事業だったりサービスなんですけども、40ちょっとぐらいあるんですかね、あるんですけども、今一番その力入れている事業っていうのが、ゲーミング英会話っていう。で、これが何なのかっていうと、e スポーツ×英語×プログラミング教育っていうのを通して、グローバル人材を育成するっていう、そんなサービスになってます。これ2014年なので、7年前とかの話なんですけど、フィリピンのセブ島にて IT 留学の立ち上げですが、当時僕はその、なんですかね、海外に、なんですか、出たりとか、海外で事業を立ち上げたこともないですし、英語も喋れない、プログラミングもできないっていうような、そんな状態で、フィリピンのセブ島に行ったんですけども、この IT 留学っていうのが何なのかっていうと、日本人向けに英語とプログラミングを教えるっていう事業の立ち上げなんですね。で、やっぱりその何もないゼロからの状態で行ったので、もう手探り状態ではあったんですけども、なんとか必死にこう事業の立ち上げであったりとか、っていうのをやって、英語とプログラミングの勉強した結果、1年後には事業も立ち上がって、ある程度じゃあ英語でのコミュニケーションが取れるようになったと。で、その時に、人生の選択肢が広がったなっていう経験、そういった自分の実体験がありました。で、要はちょっとここでの経験っていうものが、今の自分の事業であったりとか、自分の活動の軸っていうところは、ここの2014年のフィリピンのセブ島に行った結果、すごくこう広がったなと。具体的には自分が住む場所とか、勝負するマーケット、仕事をする相手とか、取ってくる情報元っていうのが、日本以外の国外っていうところにも目を向けることができるようになったっていうのが、ある意味自分の中の感動体験だったので、こういった経験をもっともっと多くの人に伝えていきたいって思いが、できたのが、実はこのタイミングですと。その7年前のフィリピンのセブ島での生活をきっかけに、結構海外に行くことがすごく増えて、東南アジアであったりとか、アメリカであったりとか行ってる中で、僕は海外で e スポーツに出会ったんですね。で、それが例えばニューヨークであったりとか、東南アジアとかでも、ものすごい盛り上がりがあって、そのプロゲーマーと言われてる人が、ニューヨークのタイムズスクエアで誕生日をお祝いされていたりとか、韓国とかでもすごくこう、プロゲーマーがもてはやされていたみたいな現場を見て、日本にはない盛り上がりっていうのをすごく感じたんですね。で、そんな中で、2018年頃に、地方創生をしたいなっていうふうに僕はずっと思っていて、で、そこで僕の地元が鳥取県鳥取市なので、何かこう鳥取でビジネスをやるんだったら、新しいもの、これから伸びるであろうものをやりたいなって思って、この e スポーツ活動っていうのをこう始めました。で、今までこの温泉で e スポーツイベントをやったりとか、映画館で e スポーツのイベントやったりとか、アイドル e スポーツ選手権っていうものをこうやったりとか、カニかける e スポーツ。これよくわかんないと思うんですこけれど、は 発想が面白いです。要はカニの喧嘩っていうゲームがあるんですよ。で、実は鳥取県って境港市ってところがあるんですけど、ここってカニの水揚げ量が日本一なんですよ。で、ちょっとここを利用して、このゲームとなんかできないかなって思って、カニの喧嘩っていうゲームを、カニの水揚げ量日本一の、カニの町、境港市で開催して、優勝賞品を松葉ガニにして、で、カニが、カニ尽くしのイベントやったら、結構それがバズって、なんかツイッターのトレンド入りしたりとか、NHK さんとかアベマニュースさんとか取り上げていただいたりとか、いろいろいただいたので、こういう活用の仕方もあるんだなっていうふうな、自分の中で学びになったイベントになってます。で、あとこれが海外での e スポーツなんですけども、ラスベガスで、エボっていう世界、格闘ゲームの世界大会がありまして、これ実は僕も参戦して、1回戦で負けちゃったんですけども、こういう世界大会がラスベガスで開かれてたので行ってみようと思って行ったんですけど、本当にこのエンターテインメントの最高峰なんじゃないかって言えるぐらい、
街全体でこの e スポーツのエボっていう大会を盛り上げていたんですね。でここはやっぱりまだまだ日本にないところだなと思って、すごくこう刺激を受けたのがこのラスベガスのエボっていう大会でしたと。で、まあ、こんな感じで、まあ、海外を通していろいろ e スポーツ活動をしていたんですけども、おそらくまだ皆さんの印象って e スポーツって最近聞くけど結局ただのゲームなんじゃないのっていうイメージはあると思うんですよ。でも僕は、まあ、ここに書いてあるんですけど、まあ、e スポーツってまだこうまだまだ見ぬ可能性であったりとか、まあ、大きなパワーがあるっていうふうに信じてて、まあ、僕はこの e スポーツには3つの特徴があるっていうふうに言ってるんですけど、まあ、最初年齢性別国籍身体的ハンディキャップ問わず誰でも楽しむことができるということ。で2点目っていうのが、まあ、こう世界とこうフラットにつながることができると。で3点目っていうのがさまざまな表現ができると。でこの実は3点目っていうのが今回一番伝えたいことと、あと今回 あのナイジェリア e スポーツ協会さんとの提携っていうところにもつながるお話なんですけども、まあ、この e スポーツを通した表現ってあるんですけど、これ僕がそのなんでじゃあ e スポーツでナイジェリア e スポーツ協会と提携を結んだのかっていうと、もうここに本当書いてある通り、じゃあ e スポーツで人種差別をなくすっていうところの表現なんですよね。自分が社会にじゃあこうあってほしいとか、こういう願いがあるっていうものを形にして提携を結んだっていうところにはなるんですけども、なんかまあもちろんこの提携の結果じゃあ今すぐ世の中から人種差別とか、じゃあ社会問題はなくなるかっていうとそういうわけではないんですけども、こうあってほしいっていう願いを形にしてこう世の中に発信するっていうこと、それが e スポーツっていうツールをきっかけにこう僕は形にして世に出したっていうのがこういった今回の提携になってます。じゃあ、まあ今回 の、e スポーツナイジェリア e スポーツ協会さん、アフリカ e スポーツ連盟さんと、まあ、提携を通して、まあ、僕自身も実際ナイジェリアの e スポーツ事情っていうのを知れたんですね。実際こんな感じで、まあ、大会とかも開かれてるんですけど、まあ、1回のイベントで100人ぐらいは毎回来るらしいんですよ。すごい。そうなんですよ。めちゃめちゃ盛り上がってるらしくて、でこうナイジェリアでもこう格闘ゲームですね、鉄拳とかストリートファイターとか、あと、まあ、FIFA っていうサッカーのゲームとか、PUBG モバイルっていうシューティングゲームとか、そういうのがめちゃめちゃ流行ってるって言ってて、うん、はい、で一応僕らも10月に一緒にイベントを共催するっていうのは決まってて、うんうん、ラグチェックですね、そのアフリカと日本って距離があるのでサーバーをどこに置くかによって結構ラグの具合が変わるので、そこのテストを今やってるような、はい、そんな形になってます。聞きたいんですけど、最初にそもそもナイジェリアの人とこう接点があったっていうのはどういうふうな接点ですか？はい、なんかまあ接点って言ってもこれつながったのが実は SNS なんですよね。まあ、なんでじゃあそのアフリカとつながったかっていうと、まあ、いろんな、まあ、要素はあるんですけど、まあ、アフリカと日本の交流がそもそもなかったんですね。うん、なくて、で僕がじゃあアフリカの e スポーツ系のことをツイッターでいっぱい調べてて、だからそういう団体があったのでそれで連絡を取ったっていうのが始まりなんですよ。はい、あんま接点がない中で日本から連絡来て、はい、お返事とかその話とかうまくいったんですか？はい、どんな感じだった？もうそうですね、すぐ連絡が返ってきて次の日とかにはズームをして、うん、でなんか早いね、ズームで話をして、で、まあ、僕のまあ気持ちというか、はい、僕はその e スポーツを通して、まあ、こういう、はい、なんかまあ未来を作りたいんだっていう話をまあ伝えて、やったら面白いね、実は僕たちもそういうふうに思ってるんだっていうことを言ってくれて、提携を組んでそういうものをリリースしようと、はい、でイベントを共催したりとかもしようっていう、はいはい、早いですね、いやスピード感ありました、どうかっていう感じで、はい、すごい、はい、ナイジェリアの e スポーツ協会っていうのはどのくらいの規模の団体なんですか？はい、どういう活動を普段やっているのか。なんかメインとしてやっぱりイベントですね、イベントをすごくこうたくさんやっていて、うん、でなんかそれこそアフリカ e スポーツ連盟さんとナイジェリア e スポーツ協会さんと、うん、ラゴス e スポーツ協会っていうのがあるんですけど、うん、その代表者の方が、まあ、さっき最初の動画であった、うん、エマニュエルさんって方なんですけど、あの方なんですよ。で、あの方がメインで仕切って、なんかそれぞれのエリアの人たちと一緒にイベントをやってるみたいですね。はあ、はい、そう、各地には、まあ、各地って言ってもあれですけど、あれなんですね。はい、そうなんですよ、各地あるらしいです。はい、ナイジェリア治安が悪いイメージがあります。これどうなんですか？僕行ったことないんですけど、はい、治安悪いんですかね？あのインドって、まあ、
ありがたいことでも、あ、本当に全てイメージです。なるほど、なるほど。はい。あの、ナイジェリアの人、実は日本にすごい、あの、在日ナイジェリア人多いって言ってました、なんか。あの、これはね、あの、自動車の部品とか、そういう、あの、機械系の、あれをしてるんですよね。あの、で、僕も、あの、会ったことあるんですけど、埼玉県とかに、あの、関東では、あの、住んでいて。まあ、カメルンでも結構多いんですけど、そんな仕事をしてて、なかなかその e スポーツとかそういう、やっぱりそのイノベーションというか、そのテクノロジー系で来る方っていうのは少ないので、イメージとしてはやっぱそういう風になっちゃうんですけど、あの、今の写真を見ていると、皆さんやる方は、そのゲーム手慣れた感じでやってるし、若い人も多いし、あの、ネットカフェとかがすごく、使われているんだろうなって感じがしますけど、その辺はユーザーの特性としてはどんな感じだと思われますか？やっぱり聞いたところによると、やっぱネットカフェがやっぱどんどん増えてきてて、でそこに集まってるらしいですね、うん、みんな。あのゲームをつなげて、そういうこの一緒にやる場を、なんかこうネットカフェに集まって、ネットカフェって日本だとこうブースブースで区切られていますけど、はい、あの写真とかさっきの出ますかね、やる人はやってる人でこうパーテーションで区切られてたりするんですけど、はいはい、後ろから見てるんですよね、みんな。で、あ、そうです、区切られてない場合とかが多くて、はいはい、これがまさになんかね、アフリカっぽいなっていう感じがする、はい、確かに確かに、そうですね、そう、なかなか密ですけど今となっても密ですけど、はい、会話を楽しめるというか、みんなでこうで、ゲームはツールとして、みんな会話として、はい、あの、集まってみんなで楽しむっていう、はい、こういうことが、なんかアフリカ人気質としてもなんか受けてそうな印象ではありますよね。そうですね、確かに。カフェは安いんですかってありますけど。なんか1時間60円ぐらいって聞きましたね。あ、安いですね。はい。はい、だんだん最後になりますけど、時間もちょっとあれなので、はい、渡辺さんが本当にこのアフリカ、とゲームをこうあのつなぐっていうことを通して実現したいやっぱり夢と、僕もともと e スポーツ活動を通して何を目指してるかって、その社会問題の解決っていうのを目指してると、まあ、これ聞くとちょっとうさんくさいなって思う方もいるかもしれないんですけど、うん、やっぱり僕さっきお伝えしたように e スポーツにはパワーがあるっていうふうに思ってて、それはそのじゃ人種であったり、じゃ言葉であったり、なんかそういったものを全部垣根を越えてつながることができるツールだなっていうふうにも思っていて、そのつながった先にこう何をこう世の中に伝えていくのかっていうことが大事だと思っていて、だから今回のナイジェリアとの提携も、僕らのじゃあなんだろう、じゃあ世界で平和であってほしいとか、じゃあ人種差別をなくしたいっていう思いを形にして世の中に伝えたっていう、まあ、世の中にはこういろんな問題が大なり小なりある中で、やっぱり解決すべきは社会問題なのかなっていうふうに僕は思ったので、なんかそこを僕のやってる e スポーツであったり、じゃあ事業であったり、自分のサービスだったり作品だったりっていうのを通して、これからもこういろんな形で表現して伝えていきたいなっていうふうに思ってます。